皆さんこんにちは、こんばんは。マジカルファームが大好きなオバティです。今回はですね、私も引いてしまって、相手の方ももしかしたら引いてしまってるかもしれない変な現象が起きてしまったので録画してみました。よかったら見てください。不思議な現象がですね、ちょっと起きているので一応録画してみたんですけど、今日ですね、今日ずっと何時間も前からですね、今日は不思議な現象が起きてまして、私はいつもオラフの帽子と、あとまあメガネだいたいかけてるんですけどね、こちらのですね、今もうクリアになったんですけど、超大吉さんのお手伝いをするときだけ自分の顔が超大吉さんと同じになってしまうという現象が今日一日起きています。でこれ今私の気球ポートで見るとオバティの顔はちゃんと私のね、上から3番目のオラフの帽子をかぶった私になってるんですけど、この超大吉さんのところに行くとですね、超大吉さんの荷物、積み荷をお手伝いしたときに今日繰り返している現象なんですけど、今同じ積み荷、このさくらんぼちょっと見てみますよ。ほら、私がね、超大吉さんと同じになってるんですよ。アイコンでいいんだよね。もうね、なんかこれがすごい今日繰り返しててね、もう治ってるかなって思うけど、何回か積み荷してるんですけどね、その度にまるで同じアイコンになっちゃうんですよ。でこれって超大吉さんから見るとどうなってるんでしょう。私がまるきり同じ格好してる、真似してると思われたらどうしようというね、不安で今ねなんかいっぱいなんですけど、ちょっと待ってね、これちょっと違う積みにしてみますね。5個ずつ、ちょっと今5個納品してみますね。5個ずつの納品になってるようなので、ほらね、やっぱりね同じ格好になっちゃうんですよ。でも私真似してないので、多分これ自分のファームに戻ってみれば、ちゃんと自分の格好になってるんだと思うんですけどね。今納品したのどれだっけ？あ、これだこれだ。納品してる人、ここではちゃんと違う格好になってます。もしかしてフレームが一緒だから？え？フレームが一緒だとそんな現象って起こったりするんでしょうかね。フレーム、このアイコンのフレームがね、え、わからない。皆さんもこういう現象って体験した方いらっしゃいますか？なんかちょっとね不思議だし、他の方もこういう現象ねあるっていう声が聞けたら、なんかちょっとホッとすると思うので教えていただけたらなと思います。どんな風に超大吉さんのところには映っているのか、とても気になっていて、今夜は眠れないかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。